コーヒーフレッシュコーヒーフレッシュもしくはフレッシュはコーヒーなどに加える小型のクリームを意味するポーションクリームで食品分類上の区分は植物性油脂食品や植物油脂クリーミング食品である。なお蒸気の故障は関西圏や中京圏で用いられるものであり、フランス語では生クリームをクレームフレッシュということからこれに由来しているものと思われる。 それら以外の地域ではクリームもしくはミルクなどの故障が一般的である。日本以外では粉末タイプと液体タイプは区別されずにクリーマー、コーヒーホワイトナーなどと称される。コーヒーフレッシュが開発されるまでは牛乳や生クリームを用いたが流通や保存に冷温保存を要するため1950年代に代替品として クリーミングパウダーが開発された。液体タイプは1958年にアメリカのカーネーション社がコーヒーメイトのブランドで発売したものが最初である。カーネーション社は後にネスレが買収し、コーヒーメイトはアメリカではクリーマーの代表的な製品である。日本では1 9 7五年に日光乳業がメロディアンミニオ1 9 7七年に明楽がスジャータを それぞれ発売してコーヒーフレッシュが広まった。1970年代に他社の製品も販売され、安さと便利さで家庭や業務用ともに全国で使用されている。乳脂肪を主原料とする生クリームと異なり主原料は植物性脂肪である。森永乳業が販売していたクリープポーションは乳由来でミルク生まれであった。 植物性油脂と水に乳化剤を加えクリーム状にした。あと、着色料及び香料で色合いや香りを調整する。トランス脂肪酸含量 0.0g の商品もある。2014年終売。商品ラインアップ。2020年8月12日閲覧。ありがとうございます。